さあマリちゃん、ついにこの時が来ましたよ。この時ってなんだよ。毎年恒例、年末年始にガチャ金したオーグ全排出してみた、だよ。あれ今年もやってたのか。当たり前じゃないか、それがモンストの楽しみ方なんだから。まあそれがモンストの楽しみ方かどうかは置いておいて、今年は何個なんだ。今年はなんと、もう皆さんにも見えているでしょう。1800個で年末年始のガチャに挑みたいと思います。1800個って ?36 連分か。この日のためにずっと溜め込んでましたからね。また1から3月何もやってなかったけど。まあ今年は配布が多かったし、サボっててもこれだけ溜まるってことは言うに2000個は配布されてたってことだな。そういうことだね。よし、じゃあ早速30日の重心カロンから引いていきましょい。そういえば今日30日だけど、29日の初ゲガチャ完全に忘れてました。まあその分年始にオーブ回せるからいいの。それで歯引いていきますよ。それで歯ね、今日歯重心カロン杖を引いていきますよ。星6確定ってのが嬉しいよな。爆死がないだけでどれだけ安心して引けることか。さあこの動画の記念すべき1ガチャ目だぜ。ここでの引きでもしかしたら今後の引きも変わってくるかもしれない。さあ確定の前に1体でも星5が欲しいところ。あ、まあ知ってたよ。どうせこんなもんだって。しかも確定のキャラすら被るという始末、幸先悪いな。まあ本番は明日からなんで。というわけでさらっと流して次の日の動画へ。タイムテレポート。はい、ということで大晦日のタクパンです。昨日は散々な引きだったからな。今日は挽回していきたいところだぜ。今日は去年と似たような感じですね。似たようなというか全く同じだな。1回目は星6が2体確定、2回目は3体確定、うち1体が限定キャラってガチャだな。去年は割とひどい引きだったからちょっと怖い気もするな。まあまあ、ここでサクッといいキャラ当てて来年に繋ぎますよ。特に確定演出はなしか。まあ2回目は限定確定だからここで出なくてもいいんじゃないか。確定まで止まらないいつものパターン。あ、アイギスですね。アイギスじゃねえよ、イージスな。あ、イージスか。ごめん、追放ためならおじさんのが頭に浮かんでしまって。イージスは持ってなかったし、まあ嬉しいかな。さあこちらも止まりました。あれ、持ってなかったっけか。主って持ってそうで持ってないキャラ結構いるからな。普通に可愛いし強いから引けてラッキーだね。あ、イージスもなかなかの性能してるのね。こっちは普通に覇者なりなんなりで使えるからよき。しかも今回の確定キャラは最大レベルが120の状態での排出だからお得感もあるな。よし、このいい流れの中に解明いきますよ。限定キャラ何が出るかね。まあ今年特玉と大物使わないガチャ以外引いてないから、最近のが出てくれると嬉しいんじゃないか。俺はたまらないけど、ここで星玉たまった場合って排出キャラ何が対象なんだろうね。あ、意外とそれ興味あるかも。くっそーなんか悔しいな。突然の確定演出に思わず機材たちも荒ぶる。少しの間画面が荒ぶってますが後で治ります。しれっと出るドンキホーテさん。さあここからの確定枠に期待。お、前田としげか。普通に強いからこれは嬉しいんだぜ。なんか進化前の尻に敷かれてる感じちょっとかわいそうだよね。さあ2体目ですが画面が荒ぶっている。そして荒ぶってる中カサエル来たー。おお、これはかなり嬉しいな。しかも最近新登場したキャラだからさすがの主も覚えてるという。うるさい、去年とは違うんだよ。さあ限定確定はなんじゃらほい。あ、チンギスハンなんじゃ。なんか強くはないけど弱くもないっていう微妙な立ち位置にいるキャラだよな。代用できちゃうからね、なんだかんだで。まあでも初ゲットだし普通に嬉しいね。今年は去年ほどひどくはなくて少し安心かな。確定枠以外に行きたいで多し演出も見れたしな。ってことで明日が一番の戦いです。1650個をもって正月のガチャに挑みます。今年は去年の倍以上あるからな。新キャラ2体を複数体引けるといいな。ということで、明日まで。レッツ時飛ばし。皆さん、明けましておめでとうございます。ということで1650個にしてきましたよ。正月に33連ぶち込むってことか。そうだね、こんなにガチャ引くのも初めてだよ。課金でこの個数にしようと思ったら約8万かかるからな。それだけのオーブを配ってくれた運営には感謝。さっきのエクスカリバーより僕はディナーの方が欲しいです。エクスカリバーもかっこいいんだけどね。
正月化したのはモーセと、ソロモンか。ソロモンよりはモーセの方が主的には欲しいのかな。そうなんだよね、もうすでにソロモンが3体いるから。ということで引いていきますか。330連ってなかなか見ないよね。そりゃ1年も溜め込むやつなんてなかなかおらんからね。それではあんまりダラダラしてると時間伸びちゃうんで引いていきましょう。幸先よく確定とかでないかな。まあそう簡単に出ないよな。これで結果悪くても星玉貯まるしいいんじゃないか。お、止まった。如意棒ですか。如意棒ですね。なんとも言えんな。まあ10連で1体星5が出るだけで十分か。それが限定だったらラッキーって感じだもんな。マジでなんともって感じだな。さあ星玉貯まりました。おお、確定来たぞ確定。ここで出なきゃ。いつ出るんだよ。さあ新キャラどっちかお願いします。来たー。初っ端引けたのはマジででかい。エクスカリバーだったのが少し残念だけど、これは嬉しい。やっぱ新キャラ出るってのは嬉しいよな。いやー嬉しいねー。よし、余韻も浸りすぎない程度にパパッといきましょう。まあ連続で確定演出とかはないでしょう。うおお、逆回転久しぶりに見たわ。まさかの連続で確定演出ってやばいな。お、ここで出るか、ビナー。いやお前星4やないかい。まあ持ってない星4多いだろうから仕方ないな。まあでも確定演出出てるからね。ておいまさかのエクスカリバー2連続。しかも確定はグー。まあ2、3体なら全然いいからいいんだけどね。でも僕はビナーが欲しい。でもよく考えてみ、20連で新キャラ2体出てるんだぞ。まあ確かにな。よしもうポンポン引いていってやるからな。まあ連続で確定出ちゃったから最後の方まで来ないだろうな。おいおい演技でもないこと言うなよ。え、初めて見たー。嘘だろ。あの運のない主がここまで確定演出を出すとは。もうこれはビナー引いちゃうもんね。お、式神ちゃん。出雲のこと式神ちゃんっていうのもいいくらいだと思うぞ。シャーロック・ホームズかー。それでもここまで限定キャラを出し続けてるんだよな。いやー、シャーロック・ホームズは嬉しいねー。理由は、え、かわいいじゃん。そんなこったろうと思ったわ。いやー、式神ちゃんもなかなか最近は出ないから嬉しいねー。シャーロック・ホームズも持ってなかったしもちろん嬉しい。マジでここまでは神引きしてるんだよな。ね、めちゃくちゃいいよね。ここで終わらせていい。ダメに決まってるだろ全部引け。ウィス。まあでも本当に確定はもう出ないだろうな。逆に4連続確定とか不正を疑うわ。不正なんてできるわけなかろうて。あ、おっとここで今回初の爆死。これは流れが変わってくるか。いやでも本当にありそうだな。もう今後は限定出ませんとかシャレにならんから次こそは頼む。もうちゃちゃっと行こうぜ。若干映像が乱れております。直しました。じゃあ改めて引いていきましょい。なんからぶったな音が。新年早々に機材も動かされてしんどいんだよきっと。まあついさっきまで編集してましたし、おっし。あぶねえ、止まらなくてちょっと怖かった。ダイヤモンドだっけ。そうだね。そろそろ強化来てもおかしくないかな。お、また止まった。どちら様。竹中半兵衛だな。そんなに最近のキャラじゃなかったはずだぞ。全然知らんな。有名どころしか基本的に知らないからな。これが1年間ガチャを引かない男の末路である。正直年末年始に排出する方が毎年楽しめます。なので運営3年始の新キャラめちゃくちゃ強くしてください。お願いします。こんな底辺が何か言ったところで届くわけがなかろう。まだまだガチャはこれから、どんどん引いていくよ。こいつ。何もなかったように。さあさあさっきの出前の爆死分は取り返したからね。ここで爆死していいってわけじゃないからな。セルフで突っ込むな。あー危ねえ、よかった。ヘラか。また相当昔のキャラが出てきたな。持ってないんだ。
って言われるキャラ多めだから仕方ないね。はいはい、バスバスカットしていきますよ。で、星玉溜まったのか。ここではさすがに確定はなしと。まあそれでも星5確定ですから。おお、普通主だな。大国主とかと同じシリーズだぜ。あのシリーズなのね。だからなんか強そうに見えたのか。普通に評価も高いし結構当たりな部類だぜ。なら全然良かった。知らないキャラだと評価がわかりにくいからな。ここまで10連引けば基本的に1体は出てる感じの計算なんだよな。モンストは星5の排出率いいから引いてて楽しいよね。お、止まった。ん？また知らないキャラが。サンゴだな。正直そんなに評価も高くないぜ。マジか。まあでも持ってないキャラだからとりあえずいいか。って言ってたらまた止まった。あ、こいつは知ってる。サラスアチでしょ。そうだぜ。よく覚えてたな。パズドラと印象違いすぎてびっくりした記憶があるからな。あ、そういう理由ね。はいはい、このままだと動画時間が30分超えかねないからどんどん行きますよ。まだオーブも4桁あるからな。引くのにも時間かかるよほんと。なんか一瞬固まったからびっくりしたじゃねえか。うっわぁ。お、これで2回目か、バクチは。まあでもたまに2体出たりとかしてるから星5の割合的には別に悪くないわず。星玉のゲージ稼ぎになったと思えば怖くねえ。それ、残り100個くらいの時に同じこと言えますか。それは絶対に無理。まあでも星玉システムを考えた運営にはほんと感謝だよな。バクチしても無駄にはならないってのがいいよね。ちょちょい、それでも爆死をしていいとは誰も言ってねえからな。ここで連続爆死は痛いな。できれば新キャラ以外の限定も複数体欲しいなって思ってるんだから。それはちょっと欲張りじゃないか。1650個もあれば2体ずつくらい出てもおかしくないのでは。私はもう怖くない。戦いましょう。この旗のもとに。大丈夫、主は毎年爆死を。いや、面会その俳句っぽく言うの。ということで2連爆死を喫したので一度ホームに戻ってビナー様の顔を受けてきました。だからといってビナーが出るとは限らない。うるさい、絶対出してやるからな。後半まで止まらない時の緊張感よ。誰だお前は？シトリンだな。評価も高めで主に周回性能が高いみたいだぜ。ほい、まあ何回も言うけど持ってないキャラは一応欲しいからね。普通に引いて損はないと思うぜ。まあなら良かったかな。もうそろそろ他の方もたまにやってる戦個になりますね。なおそっちの方が引きも再生数もいい模様。それでも俺は30連超えというロマンを求めたい。てかそろそろまた確定来ないっすか？って言ったら来たー。まさか。くせい。なわけあるかい？さあさあ、ここでディナー出したらノルマ達成ですよ。パンドラ、シャーロック・ホームズ。いや、引きはエグいよ。でも、そこはディナーが出るとこだろう。まあでもこれでパンドラは3体目か。シャーロック・ホームズも2体目だしよかったじゃないか。ならパンドラもう1体欲しいな。進化神かで2体ずつ置いておきたいよね。はいはい、そんなに欲望丸出しだと物欲センサーで出なくなるよ。大丈夫、絶対出すからしまっとけ。てかここでまた星玉たまりますね。6回で基本的にはたまるから割と良心的。特に確定演出はなし。うっぱ周遊さん突然ですね。そして止まっていく。お、ジークフリートじゃん。こいつもまた昔だな。リア友がめちゃくちゃ愛用してた記憶があるわ。それいつの話だよ。え、多分3、4年前。あ、そっか。なんかジークフリート出たの嬉しいな。よし、星玉行きましょう。ここでまた確定とかしてもいいんだよ。チラッチラ。残念、その願いは届かないようだ。ドジでだよリコルですか、そうですか。まあ外れ枠になるのかな。あ、でも最近重心化が出て割かし使えるようになったみたいだぞ。え、リコルって重心化したんだ、初耳。ちょうど1ヶ月前くらいだな。覇者の塔以外基本的にやらないし、持ってないキャラ派重心化しても気づかないからな。
はまた爆死か。さすがに初めの方のツケが回ってきたな。確かに初めの方で出しすぎたかな。ということでここでつい2000個切ります。残り200連か、どうなることやら。もうビナーが出れば僕は満足です。1体でいいから出てくれ頼む。よし、止まった。諸葛亮か、正直ハズレだな。評価もそんなに高くないし、アビリティ的にも他キャラの方が強いな。持ってないキャラは理論で良しとしますか。そろそろ半分くらいかな。スタートが1650だから残り16回で折り返しかな。いやーもう半分か。そろそろ限定キャラがまた出てほしいところ。お、ゼウス、なんでお前なんだジジイ。こらこらジジイ呼ばわりしない。ジジイだけやないかい。今年やっとゼウスとヘラを手に入れた実況者がいるんですよ。なーにー、やっちまったな。ってこのネタわかる世代なかなかこの動画見てくれないと思うけど。さてそろそろビナーが出てくれないと怖くなってくる。残り数になってきました。と入ってもまだ半分やけどな。いやでも半分でそれぞれ出てる予定だった。主の妄想は大体当てにならないから安心しろ。マジでそろそろ確保しておきたい。お、ヘングレ。まあまあヘングレならいいか。かぶりだけどね。さあということでここが半分です。確定演出とかないですか。残念なかったようだ。チソーレお、これは来たわ。違うし。アンバーだな。めちゃくちゃ強いってわけじゃないけど汎用性高めって評価だな。くっそうでねえな。早く出して落ち着きたいんだけどな。このままでない落ちが私には見えますけど。1650個使って片方しか出ませんでしたってすごい運悪いと思うんだが。んでもやっぱ確定演出は欲しいよな。まあ確定演出出た時の安心感たるやだよね。はい、ということで星玉が溜まりました。こいつ今の爆死をなかったことにしようとしてやがる。星玉が溜まったら実質星5確定だからいいんじゃない。やっとだ。でもビナーじゃないけど。これでソロモン4体だな。とりあえずこっちは後で神々しておくかな。今進化の方が2体いる状態だから。限定の中だとソロモンが一番多く持ってることになるな。いやーソロモンは何体いても嬉しいからね。てか星玉で出るっていうのがまたいいよね。思ったけどエクスカリバーもソロモンも星玉で出てるよな。そう考えると星玉の方が出るのか。そこは運によると思うけど。よし、止まった。季節感間違ってる。ハイビスカスだな。評価高めの放題って感じだな。それにしてもあの夏ガチャ感はどうにかならないのか。ってなんかカムイ出たし。地味にカムイも3体目では。正直あの出た当初の弱いイメージが残り続けてて使ってないんだよな。確かにあの時の評判ひどかったよな。さあ去年と数が変わらなくなってきました。それでもまだ100連以上残ってるからな。もう1確定くらい欲しいところだねここから。大国主だけかい。大国主すでに2体持ってなかったっけ。2体持ってるね。まあサルトビサスケというキャラが5体いたりするからまだマシな方かな。もう130連ですよ残り。そろそろ残り3分の1だな。そう考えると確定欲しいでござる。ん、確定でないな。わお、いきなり止まった。ああなんだっけ名前が読めないやつ。カダ、だね。ああこいつカダって読むのね。前に友達が引いてて名前読めねえって話した気がするわ。ん、1体は大体出てるんだけどな。限定出るときは星玉か固まって出るかしか今のところ出てないな。もう600個か。
残り120連か。そろそろ出したいな。って確定演出以外で出ないのもどうかと思うな。一応ソロモンは確定演出なかったけどな。でも一応あれも星玉だからな。止まったぞ。か、ガイン。なかなか限定が出ないね。んねえ、実況者にあるまじき発言していい。なんだ話すことがねえ。もう少し確定なり新キャラなり来ねえと話すことなくて辛いんじゃ。確かにここまで長いと話すこともなくなってくるよな。マジでこれくらいの長さのガチャ動画投稿してる人たちすごいと思う。止まった。サラマンダーってまた懐かしいキャラが来たこと。今回のガチャで昔のキャラ引きすぎじゃない？まあそれだけガチャ引いてないってことや。マジで持ってないキャラ回収ガチャみたいになってるわ。ということで星玉です。ここまで星玉は結構いい成績残してるからね。ここで何かしら限定欲しいところ。あ、確定演出ないからないです。マジかー。マジでもう星玉だけ引かせてもらえないですか。残念、それは無理だから諦めろ。てかマジで星玉の成績だけはいいな。だけはっていうな。だけ張って。てかもう100連しかないやん。もう焦っていい時間帯やで。できたー。マジかよ。ここで確定は熱すぎるな。乗るしかないこのビッグウェーブに。はい、来た。これは来た。あー、嬉しいけど。嬉しいんだけど。なんだか複雑な気持ちってやつ。ほんとそれだわ。じゃあパンドラも出とる。また止まった。2017年、2018年の年始キャラを当てつつ未だに強いノストラまで。でも今年のも欲しかった。これガチでエグい引きだな。おい、俺今年生きてられるかな。監獄で処刑されてこい。それだけは勘弁。ちょっとさっき出過ぎたせいで反動が怖い。残り9回です。久々にエグい引きを見たな。去年はなかった引きを見せている。去年も決していいとは言えなかったからな。ソロモンとマナは出してたけど。わー、危ねえ。テキーラ姉さん。また昔のキャラが。しかもテキーラって一時期アーサーとかルシファーとかと同じくらい人気だったよな。リア友がテキーラ出したデータが吹っ飛んだ時すごい嘆いてたわ。まあその時俺モンストやってなかったってか、スマホすら持ってなかったけど。私はもう怖くない。戦いましょう、この旗のもとに。はい、ということでボックスが満タンだったので開けてきました。これだけ引くって分かってるんだからちゃんと開けてこいや。いやいや、開けてたつもりだったんだけど足りなかったわ。アバウトにしか計算してなかったからさ。なんかオーブが減った気がするけど気のせいかな。気のせいじゃねえな。知らない知らない、爆死なんて知らない。うお、止まった。ゾロか。微妙だな。また止まった。あー、ここで石川五右衛門か。いやー嬉しいね。貴族性は昔からキャラが少ないから嬉しいぜ。よしよし、いい流れが来てる。残り60連で僕はディナーを出して大満足で終わらせるんだ。さあ現実となるか、幻で終わるのか。そい。こい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 。誰やねんお前、メリオダスみたいな見た目しやがって。アキレウスだな。正直そんなに強くないぜ。また止まった。てめえ。星4の中でも昔っからいるキャラの技なんだけどな。くっそ。変に期待して損した。さあもうあと50連です。しかも次星玉たまるな。お、ってことは星5確定ってことね。星玉たまるときはちょっと気が楽かな。
危ない爆死するところだった。え、誰だっけ。不要だな。最近獣神化も出たキャラだぜ。へえ、そうなのか。それでは星玉行きましょう。ここまでかなり成績のいい星玉だからな。ちょっと期待してもいいかもな。あー、嬉しい。嬉しいんだけど、なぜビナーガでなんだ。でもやっぱり星玉じゃないか。まあでもこれで艦隊だしいい感じなのかな。でもビナーガ欲しかった。俺はあんたが欲しいんだ。頼む。残り40連で出てくれ。さあもう本当に少なくなってきました。ビナー出てくれ頼む。あ、はい、あと3回です。主のテンションが一気に下がった瞬間である。マジで。せめて星5は出てくれ。確かにここから爆死は避けていきたいところだな。止まったてめえ。この終盤で星4に翻弄される主。カラスてめえ。まあでも一応星5だから。はい、ラスト20連。星玉もたまらないし自力で出すしかないな。確定演出出てくれてめえの愛する世界は爆死の世界か。主が壊れ始めました。後で鎮静剤打って落ち着かせておきますのでこのままご覧ください。畜生。なぜでない。330連でも足りないというのか。このラスト1回に全てをかける。頼む、せめて限定は出てくれ。確定演出はないが果たして。あー、シャーロック・ホームズ。誰だてめえ。リゲルだな。強くはないが弱くもない性能だぜ。あー、エクスカリバーてめえ。ちげえ。チソーレー。普通にえげつない引きしてるんだけどな。はい、ということで結果でございます。エクスカリバー4体とシャーロック・ホームズ4体が今回の目玉って感じですかね。石川五右衛門とカムイも出てるが、まあ多分運のいい人はもっと出てる人いるんじゃないかなって感じですね。あ、そういえばパンドラも追加で出てましたね。正月枠としてはソロモンが1体なので割と確率的には渋いのかなって印象だったな。正月の方のソロモンは神化の方が個人的に好きなので神化にしようと思います。こっちの方がいいよね。まあそこら辺はともかくこれで主のボックスは、シャーロック・ホームズ、ソロモン、パンドラ、エクスカリバーが4体、という豪華ボックスになったな。そこだけ聞いたら超豪華なんだけどな。というわけでガチャも引き終わったので今回はここら辺で終わりにしたいなと思います。この動画が面白い、来年も貯めてまたやってほしい、などと思ったらぜひ高評価よろしくだぜ。チャンネル登録もぜひしてくださると嬉しいです。また、このチャンネルではモンスト以外の動画や、歌ってみたも投稿してますので、そちらの方もぜひご覧いただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。タクパンと、うぷ主代理のマリサでした。じゃあね、バイバイ。